皆さんこんにちは、日本人の神戸市民の淡井圭介です。本日は2023年7月の17日です。家の近所に、松屋さんができまして、IT 化に関する失敗ということで、今回、YouTube にアップロード、しようと思っています。エネルギーの残存量問題の方が優先順位は高いんですよ。で、今日ダメに行ってきた時に、お会計の時にもう一度再開します。お会計の時にですね、バーコードをスキャンして、品物を注文してレシートが出てきて、そのレシートのバーコードを読み取って、精算をするんですけども、例えばクレジット払いとかをする時にカードを差し込んだのに読み取りがずっと、読み取り中で、固まったままになると。でこうなると、いちいち、本部が、支店とか、そういったところに電話をかけて、店舗の者が、こういう状況が発生していますと。で、画面を、操作する、対応できる方たちが、一回その画面を、一回消して、で生産機の方もコード一回引っこ抜いてと、そういうような形でもう一度一から最初から、し直すような形で、稼働させていたんですけども、そもそもドライブスルーみたいな形であちらにもモニターを置いていると、注文するモニターを。で店舗の入り口のところにも、大きなテレビを縦型にしたようなモニターを置いています。そこでも電力を余分に消費してますし、投資している金額は大きいですよね。でさらに店の中で、タッチパネル型の、注文する、機械を、置いてあると。で、生産機があると、こういったことになってくると余計にエネルギーをたくさん消費するのであって、で投資してるお金と、それとトラブルシューティングが発生した時に、トラブルが発生した時にそれを解決するのに結局人手がいると、こういったことになるんですよね。でよく考えていただいたら分かるかと思うんですけども、多くのアプリが本当はいりません。 QR コードなど、基本的に銀行のクレジットカードで、大きな買い物をするときに、もともと自分の口座にあるお金で買い物をすると。これが一番良いパターンなんですよ。っていうのは、例えば、お金を借りるような形での支払いとかだったりしたら、もしお金を返済できない人が出てきたらどうするんですかっていう話になるじゃないですか。で、要するに IT 化が進めば進むほど情報量が積み上がってしまうんですよ。だからそこでパソコン内の記録という部分で結局多くの資源が消費されてしまっていると。私は大阪ヒルトンホテルの3階にある王朝というレストランで、若い頃働いていたことがあるんですけども、そちらは、関西ナンバーワンの、売り上げのレストランでした。でそこは手書きの伝票です。何でも IT 化すればいいっていうものじゃないんですよね。IT 化すればするほど覚えなきゃならないことが増えるんですよ。そしたらそれだけ良い仕事ができなくなるっていうことになってくるんですよね。だから吉野家さんとか松屋さんとかもそうなんですけども、良いところはもともと店の作りが、吉野家さんでしたら、奥にキッチンがあって、手前の方にこう従業員の通路があって、でその両サイドにこう囲うようにしてこう椅子が置いてあると、そういうふうな形でこう
なんて言ったらいいんですかね、まあ、その場ですっとお客様に渡せると、出来上がったお食事を。で、下げるときもその場からこう下げれると。いちいち出入りしなくていいと。まあ、そういうふうなところが、効率性の良かったところであって、で、品物を増やせば増やすほどね、キッチンも大変になってくると。で、ホテルとかは、基本的に、3種類ぐらいのコースを用意していて、まあ、宿泊された方とかに、まあ、その3種類のうちからどれかを選んでいただくと、まあ、そういうような形式で、稼働してるんですよね。これが来られたお客様みんながみんな単品でいろんなものを注文し始めたら、もうキッチンの方が絶対回らないんですよ。で、ホールの方も、手に負えなくなってきます。で、そういった部分でね、効率性の良さっていうのは絶対にキープしておかなければならない。で、今世の中が全体的に、強く迫られている状態は余分なエネルギーを消費しないっていうことなんですよね。だから例えば家電量販店さんとかもテレビの電源を常にオフにしておくと、お客様が見たいときに、まあ、このテレビどうかなっていうときにこうつけてみると、こういうふうな形でいいんです。そうじゃなかったら、その置いてあるテレビっていうのは、ものはずっと電力を消費してるのであって、それはエネルギーを消費してるんです。そして、その、いちいち加工してエネルギーを消費して、せっかく作ったものが、対して見る人もいないのに、ずっと電源つけっぱなしにして、消費されていくと。これを日本中の家電量販店が行ってしまっていると。これがものすごいロスであると。簡単なことは簡単に気がつくはずなんで、一時期、まあ、私の家の近くに上新電機さんがあるんですけども、テレビの画面を消してた時期があるんですよ。だその頃の家電量販店さんは、よく物事が分かっていた方なんですよ。だけども、いつの間にかテレビの電源をコロナウイルスの、解除とともに、その辺のところが、話が曖昧になってしまった。ということなんですね。で、あとマイナンバーカードについてなんですけど、もともと住基ネットがありまして、国自体が、行政自体が情報をすでに持ってるんですよ。で、私から言わせると、健康保険も国民健康保険も国民健康保険法一つでまとめればよかったんですよ。健康保険法と国民健康保険法があるでしょ。だから法律が2種類ある時点で話がおかしいんですよ。民間の方で、物事をどうこうっていうその考え方がね、あれだけ税金が混ざり込む世界なのに。だから、そこを結局、法改正で、まず健康保険法を削除して国民健康保険に一元化すると。そういったようなね、形、まあ他にもいらない法律はものすごくたくさんあるんですけども、そういったところで効率性の良さっていうのを発揮しなければなりません。もともと、その第二次世界戦争があって、その、まあいろんな法改正等が、まあ法律が作られたりとか、まあいろいろあったんでしょうけども、まあ社会の実態っていうものはね、これだけはっきり分かってるんだから、そんなにお金持ってる人を稼げる仕事ってまず世の中ないんですよ。今更人材派遣会社とか増えてしまったこの世の中で。で、まあ賃金叩きっていうものがずっと、まあ末端の人間に押し付けられていると。じゃあ今までの社会経験とかは何だったんですかっていう話になりますし、公務員の人のそのシステムもどうなんですかっていう話になってしまうじゃないですか。公務員の人たちが分かってなかったんでしょ、国家公務員の人たちも含めてっていうことになるから、結局こういうことになるんですよ。エネルギーの残存量問題からも、その経済的な部分も含めてなんですけども、だから余分に資源を浪費してしまうような社会が出来上がってしまった。世の中お金ではなかった。しっかりと後の世代にエネルギーを残してあげなきゃいけない。それがガソリンだったり石炭だったりガスだったり、ウラン鉱だったり、まあそういうことなんですよ。まあマイナンバーカードに関しては住基ネットがありましたからね、政府の方で、まあ窓口に来た人が、まあマイナンバーカードを作る作らないを聞いて作りますと言った人から順番に作っていくと。
多分それだけで良かったんだと思いますよ。で、パソコンの扱い方とか、これはね、マイクロソフトさんとかに強く要望したいんですけども、いち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 あのパソコンの画面をコロコロコロ変えたりしないこと、バージョンアップだろなんだろうって言って、で、あんなことされたら余計ややこしいことになるんです。いちいち更新だろなんだろうっていうことになりますし、画面は簡素なものの方がいいんです。その方が容量が少なくなりますから、データ容量が。その分早く通信ができるでしょ、基本的に。まあ余計なシステムっていうのを、いろんなその IT 関係の会社が作ってしまったおかげで、おかげっていう言い方が変なんですけども、ものすごくあの迷惑防止条例違反なんですけども、犯罪行為に当たるような、まあもともと電波での脳へのアクセスとかもそうなんですけども、そういったことでも余分な電力の消費っていうのをやめないと、本当に。人間がしっかり人間同士で話し合わなかったら世の中成り立たないんですから。何が悪かったかって言ったら、何でもかんでも、簡単な方に物事を移そうとして余計大変なことをたくさん作ってしまったのは科学業界なんですよ。これが現実なんです。まあ原爆もそうですけどね、原子力発電だけで止めておけばよかったものを結局威力のある爆弾を作ってしまった、それを戦争で使用してしまった、これは世の中の現実ですから。まあ嘘のニュースとかを流す暇があったら、みんな本当のことだけをテレビに出て言うようにしないと、そちらの方は本当は大きな法律違反をしてるんですよっていうことになるんですよ。で、テレビ局は総務省の管轄です。まあ放送する内容ぐらいね、そうと、あと、まあそれとあと、結局人格しっかりしてるかどうかなんですよね。多くの法律を身につけたところで、例えば裁判所に原告が提訴したときに法律名を求めて、記載してないから裁判を受け付けません。じゃあこれがあなたたちが法の悪用してますよっていうことになるんですよ。それを国民の多くの税金を得て司法修習生となって税金でいろんなところを飛び回って日本国内も含めてですよ、交通費含めて他の都道府県に行ったりとかするでしょ、東京の方とかに行ったりとかして、でまあまあ裁判所等で勤めて、それからやっと書記官だったりだとか、あと他の官とかに、まあ弁護士さんになったりだとか、まあいろんな形になってくるかと思うんですけども、まあ裁判官の方も同じですけども、まあ弁護士を何年勤めてとかで、その裁判官になったりだとか、まあ法律通りに物事を考えるとですよ。で、法律を増やせば増やすほどコンピューターも対応が効かなくなると。これが現実なんですよ。今日のその読み込みに関しても、変にコンピューターが頭の中をハッキングしたりとかしてか、もしくは今行われている、まあ、世界水泳、福岡県での大会ですね。で、その辺のところで、コンピューターが何かその辺の勝ち負けを意識して読み取れなくさせたのか、本当は動作が止まるようなところじゃないですからね。差し込み口に差し込むだけですから。だけども、様々なコンピューターで、読み込みがずっと、読み込みっぱなしで、先進まないっていうケースは、私以外でも、結構あるみたいです。物事が複雑化しすぎたんですよ、そのコンピューターのシステム自体がね。いろんな国がスマートフォンとか作って、いろんな国がいろんな規格を使うでしょう。そういうことをすると、もう規格が合わなくなってくるから、操作方法も変わってくるから、もう全部、覚えられないんですよ、人間もコンピューターも。だから誤作動を起こすと。矛盾が出てくるから。だからこれが IT 化の問題であって、余計なアプリを、開発しないこと。まあ、まあ、電子マネーの部分の良い部分は一つとしてあるんですけども、地震とか、まあ、大雨、いや台風等で停電するケースっていうのはあります。で、まあ、土砂崩れもそうなんですけども、あとは、まあ、例えば、
クレーン車が倒れるっていうケースですね。これは年間通してみると結構あります。で、電柱とかに引っかかって、停電したりだとか、まあ、例えば300世帯だとか、まあ、この間もそういったニュースが流れました。で、現金を持ち歩いてなかったら、全員が全員、そのカードとか電子マネーで、だけでね、その店舗が稼働できるかっていうと、できないんですよ。それを経営者の人たちが分かっていますかっていうことなんですよ。分かってないんです。どこもかしこも。何回言われても淡い圭介に。これが残念なところなんですよ。まあもちろん今日言った松屋さんは、それはスタッフの人たちはしっかりと仕事しようとし、働いていましたよ。丁寧な対応もされてました。だけども、自分たちのすることを複雑化したら失敗するんですよ。シンプルさがスピード感を出してたんですよ。スピードアップを、効率化を。だからそこをね、間違えてしまっていると。多くの一流ホテルも含めてなんですけども、バイキング制度を導入しているのは、多くの一般人の方がそんなに大きなお金なんか使えないから、だから関西ナンバーワンの売り上げを誇る王朝というレストランでも、ランチは平日はバイキングをずっと行っています。もしかしたらっていうケースも一応考えたりはしたことあるんですけども、以前に新聞広告でも見たんですけども、やっぱり平日はバイキングでした。バイキングはあんまりホールの方が、まあキッチンの方もあんまり人はいらないんですよ。だからそういうふうなところで、その代わりお値段の方は、私が働いている当時で、まあ3500円ぐらいですね。3400円に消費税などが、サービス料などがかかっていたのかもしれないです。まあ大体それぐらいですね。だからお昼ご飯で、本当はそれぐらいの金額で、本当は贅沢なんですよ。ものすごくね。で、土日祝日は平日でもコース料理を、お出ししていると。まあそういうふうな形ですね。他の業務のことの的を絞らなかったら効率性が悪くなってしまいますので、だからそれは全ての業界で、まあ飲食店だけじゃなくて、スーパーマーケットも結局同じなんですよ。お客様の方で、レジ、まあスキャンをして、読み取って、バーコードとかで打ち込んで生産するっていう形のものがせっかくあったのに、最近ここ半年ぐらい前ですね、神戸市北区岡場にあるイオンモールなんですけども、QR コードの端末機含めて、生産するレジを増やしてしまって、自動化のそのレジっていうのをなくしてしまった。人間が行うレジと、そのお客様の方が自分で行うレジと2種類あったらよかったんですよ。これはエネルギーの残存量問題から考えてもそうなんです。これはどちらにしても台数を置かなければならないってなってくると、人間がもともと扱ってたレジと同じ体積の機械であれば、人間、まあお客様の方で、まあスキャンしたり、まあバーコード読み取ったり打ち込んだりするようなものでお客様の方で、生産する、ああいったものがやはり効率が良い。エネルギー的にも。結局出勤する人間が減りますから。車で出勤する人とかもいるでしょ。やっぱり電車に乗る人でもエネルギーは使ってますし、歩いて出勤してくる人以外は。だから経済面と両面で余計なことをしてるかしてないのか、これをしっかりと判断できる人間が経営者にならなきゃならない。こういうことなんです。だからその辺のところでね、皆さん、経営陣の方たちがしっかりと、覚えていただきたい。こういうことです。会社法によって会社の責任は役員さんにありますから。まあもちろん、他の法律を辿っていくと、一般社団法人の、まあ、名前言い出すと名称長いですから、法律。
まあ、あれをたどっていくと、結局議会が決めたことだったら、議員さんとかその会社作ったんだったら、その人たちの責任ですよっていうことになりますから。だからまあ、世の中は常に責任があると。そしてそれはエネルギーの残存量問題を軸に考えなければならない。あと、まあ、先進諸国はどこも少子化なので過度な、これを解消しなければならない。余計な法律が多いので、個人情報保護法とかああいったものは、一切削除していくと。だから個人情報保護法があったから、他の会社が持っていたデータを見てしまってだとか、入手云々みたいな形で捕まってる人たちとかもいたじゃないですか。だから時代がちょっとずれてるんですよ。今はスマートフォンとかの時代ですから、通話記録とか残るじゃないですか。だから相手が何番で電話をかけてきたかっていうことが分かると。それが分かったら、個人情報が漏れていたとしても警察に通報などをすれば対応ができるんですよ。相手はすぐに特定できますから。だから番号非通知の制度がまだ残ってる時点で、何を犯罪者の見方をしてるんですかっていうことなんですよ。これはドコモさんも含めて、どこの会社もそうです。非通知なんか認めなかったらいいんですよ。電話をするときは必ず番号通知、これによって通話記録とかもしっかりと残るんですから、何を会話したか。これによってみんな、真面目に生きていこうとすれば、会社間同士でのトラブルもなくなるんですよ。いや、あの時こうおっしゃってましたよっていうことで、通話記録を、いや、ほら、この時こうおっしゃってたじゃないですかっていうことで、記録を証明できるじゃないですか。そしたら言った方も、あ、本当だ、そうだった、申し訳ないっていうことになるじゃないですか。だから、多種多様な法律がたくさんあって、結局、富裕層っていうことは、ピンハネをしてたっていうことが実態なんですよ。それは行政であろうが、どこであろうが、人材派遣会社の人たちとかを使い始めたから。だから富の分配なんかうまくいかないし、結局銀行に付けを回していた。で、フィナンシャルグループというものが、しっかりと世の中の実態を分かっていないから、例えば、この間流れた記事では、多分あれは神戸市の垂水区の方の、まあ、海沿いのところだと思うんですけども、まあ、そのあたりの、まあ、アウトレットとか何かショッピングモールですね、まあ、そこを一回閉鎖して建物ごと、全部作り変えると。はっきり言って世のこと分かってないんですよ。人口はいいですから、日本人少子化してるんですよ。今65歳以上の人が 28% ぐらいなんですよ。2045年になったら 38% 超えという予想を政府はしてるんです。これはもう0歳から今のね、0歳の人たちが20年後になってやっと20歳でしょ。だからもうそれまでの生まれてる年代の人口が決まってるから、どうしても少子高齢化するんですよ。だから売れるわけがないんですよ。なのに余計に建物を解体とかして新しい建物を作ろうとするでしょ。純利益が出たらこれですよ。勘違いするから、経営者の人たちが。だ、経営能力あんまりないんですよ。世の中のことよく分かってないっていうことが丸分かりですから。すぐに新しい建物を建てたがるますから。だからエネルギーの残存量問題が全然頭の中入ってない。いいですか？ガンダムの生みの親、富野さんっていう方いらっしゃいますよね。あの方が若い頃に、イタリアの方の、まあ政府関係者の方たちが、言っていたのが、エネルギーの残存量は残り80年分ぐらいだと。いいですか？今50年ないですよ、ガス。石油、今年で50年下回るかもしれません。2020年のデータで 53.5 年分ですよ。2019年のデータでは69年分だったんですよ。1年でいきなり 53.5 年分に変わってるんですよ。これは、企業が、しっかりと採掘したときに、いくら採掘したのかっていう、その、
採掘量を計測していなかった可能性があると。で、それを生成した過程で測るのか、どこで測り直すのか、運搬した時のその分量で測り直すのかとか、その辺のところを5年ぐらい前に政府へ言って、まあ、国連通して、で、計算して、で、国連が上げてくるそのデータっていうものは、だいたい2年ぐらい遅れるんですね。で、まあ、インターネットでやっと2020年のデータがここ近年に上がってきて、それ見たら石油は 53.5 年分だったと。今も渡航制限が解除されて、コロナウイルスで1回渡航制限をかけて、車の移動もだいぶ制限、他国ではかけられていたでしょ。ああいうふうな時はエネルギーの損失っていうのはかなり少なかったんですよ。だけどもその反動が出てしまって、で今はね、2023年1日あたりの平均の消費してるガソリンの量が1億バレル突破してるかもしれないですね。約160リットルです。厳密に言うと158点いくらというリットルなんですけども、まあ、約160リットルで覚えていただいたらいいかと思います。要するに1日で160億リットルのガソリンが消費されていると。で、最近こう数ヶ月以内に私が政府に打診しているのは、国連で各石油やガスとか石炭、ウラン鉱、金属含めて採掘しているところの一番深いところの深さっていうデータを上げてほしいと。それはまず、石油は石油、ガスはガス、そういったデータを上げてほしいと。で、海底なんていうところは今のところ一番深いところで1800メートルのところから、採掘しているのが今一番深い海底のところの記録なんです。1万2000メートルとかそんな距離は絶対無理です。採掘できません。水圧のことをはっきりとよく分かってない人間がね、あれこれ言ってるだけですので、それは大きな間違いです。ということで、今回、IT 化に関しての、失敗、これは、先に失敗した日本が、世界と情報を共有して、他国の人たちにも、こういうふうなことにならないようにということで、まあ、お勧めしていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、マイナンバーカードも良い部分と悪い部分があるあって、結局その情報を一元化してもまとめれるかどうか、だから本当は法律の方が先なんですよね。健康保険法を削除する方が先であると。まあ、マイナンバーカードの件については良い部分もありますからね。申請して給付金は早く口座に振り込まれたりとか、そういう素早さっていうものはあるんですけども、所得自体が本当はマイナンバーカードを作った時点で各省庁のデータがお互いに閲覧できるから、この人収入あるかないかはもうすでに分かってるんですよ。だからあとはもう自動で振り込めばよかったんですよ。なんか一通手紙を送ってで、いついつに、まあ、大体これぐらいの期間に、あなたは所得は少ないですから、3万円の給付金を行いますと、まあ、こういうふうな形で良かったんですよ。だから送り返すとかそういう動作がいらないんですよ、本当は。だからその辺のところは、まあ、政府上層部の方たち含めてどこまで、頭の中を整理整頓できているのかっていうことなんですよ。だからいろんなことをいろいろいろんな人たちに言われますから、テレビのニュースとかでもいろいろ言われます。で、それについて自分たちでも議論して、いろんな人たちの意見が出てくるから、やっぱり頭の中がごちゃごちゃになってしまうんですよ。だから、まあそういうふうな部分で、私の方で気がついたら、こういうふうにどんどん申し上げて、YouTube にアップロードしていくと。で、それを、皆さんに、見ていただくと。まあこういうことです。長い間ご清聴ありがとうございました。 IT 化の失敗した例について、まあ正しい運用の仕方ですね。まあ回転寿司もダメですよ。本当は普通に板前さんがお寿司を握ると、そういうことです。板前っていうのはそのカウンターがもともと木を使ってたでしょ。まあどこでも普通木だと思うんですけども、
まあ、ああいうふうな形で目の前にこう料理人の方がね握ったらさっとこう出せるっていう、こういちいち動かなくていいっていう、まあその効率性の良さなんですよね。それをくる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 電気使って寿司を回転させる、もう他の国の分かる人たちが見たら大バカ者にしか見えませんよ本当に。まあ真面目に仕事しましょうっていうことですよ。子供の頃からみんな習ったはずです。食べ物をおもちゃにしてはならないって、食べ物を粗末に扱ってはならないって、こういうことです。以上です。